タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2020年6月4日木曜日、今私新札幌に来ております。時間がだいたいですね、今16時30何分とかそういうぐらいなんですけれども、ちょっとねここ床屋行ってきて、やっと久しぶりに床屋が開いたんで床屋にちょっと行って、何ヶ月かぶりに髪を切って、電車の時間まで若干時間があるから、じゃあもう少しちょっと街を 歩いてから、じゃあ電車に乗って千歳に行こうかなというふうに考えております。で、その様子を動画に少しできればなと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。そう、この新札幌駅のここをねずっと歩くとね、ここに歩道があるんですよ。それはそれとしてね、またなんか電車来ましたね。なんかもう3月にダイヤ変わって12分ぐらいに1本電車来るようになってから、やったら快速通るんですよね。といってもね、なんかね1時間に1本ぐらいはこうお休みになってますけどね、やっぱお客さん全然乗らないから今。そう、20分しかないんで、あんまり、ね、油断してるとね、あんまり遠く行くとね、この電車乗り遅れたらアウトなんですよね。駐輪場出入り口ということで、そこからね、自転車止める場所に入ることできるんです。ちらっと見えますよね。ここにも、降りてくださいって、危険なので押して歩いてくれみたいなこと書いてますけれども。そしてね、これ、道断ツツジ。なんかね、ハスカップの実みたいなね、ブルーベリーみたいな実がなるんですよ。そしてここが新札幌駅の4番出入り口。そうだな、じゃあ、こっから地下に潜って、別の出口から出て、それで、電車に乗るぐらいの感じで行きますかね。今日は、お金大丈夫だよな。なんか最近も改札はね、残高不足でね、うっかりしてね、鳴らしてしまう時があるんで、もうなんかうっかりやっちゃったらいいやと思って、なんかネタになるし、なんか最近はちょっとみんななんか今日は残高不足でなるのかなんないのか期待してくれてるような節がちょっと出てきてるので、やらせなしでやってますから。今日はね、さっきにそうちょっとお金出てきたんで、さすがに大丈夫だと思うんですけどね。なるほど、こういう風になってるのか。でも私がね、こそエスカレーター降りて改札入る方の反対側の方に出るって感じなんだ。いつもね、こっから降りてるんですよね。新札幌から始めますって言って、ここ出てみましょうか。こんな感じ。だから今ちょうどあそこの入り口から入って、でこの下に通路があって、でそこから出たっていう感じですね。だから多分地下鉄がこういう風に走ってるんですね。こういう感じかな。こういう風に地下鉄が走ってるんでしょうかね。でひばりが丘はそっちですかね。そうですね。じゃあですね、今度はここからここ歩いてみましょうか。本当に深い意味はないです。新札幌って結構いろんなところ入り組んでいるよねみたいな、そんな感じで今動画撮ってますけれども。これ床屋さんなんですけど、床屋さんのタオルここにずらーっと干してますよ。ちょうどこのエアコンのね、風が出てきて、あれですよね、乾かすにはちょうどいいですよね。ご来店感謝祭、マグロ握り寿司1貫99円。だからこうなんかそれっぽくに2つ並んでるけど、1貫99円ですからね。だから2つで200円ぐらいですかね。だからこちらもね、唐揚げがね1個50円なんで、もうこんだけあったらね、もう何百円するかって感じですけれども、あといいですね、これ30個500円の冷凍、一口餃子。もう今、そう、最近あんまり、ね、人がね、お店に来て食べるってあんまりないんで、もうテイクアウトが今ね、割とあちこちの店でやってるんで、私みたいな人間としては、嬉しい限りですけど、でも全然使ったことないんですよね。大体食べて帰っちゃうか、コンビニで何か買っちゃうかみたいな、そんな感じです。いわゆる、そう。高架下っていうところを歩いてるんですけど、やっぱり今4時、5時のちょっと前ぐらいだから、まだ店もねもうちょっとしないと開かないとか、そういう時間なんで、結構ね今は静かなんですよね。多分ね5時6時ぐらいになると結構ね賑やかになるんでしょうけれどもね。そしてね、ここ JR バスのチケットセンターは開いてますよ。ちょっとあんまり中映しませんけれども、
でもあれか、流鉄バスの定期券とかもここで扱ってるんですね。 JR ばっかりじゃなくて、中央バスはねここになくて、あの大谷寺行かないとないですけどね、こういうの。そしてパンのいい香りがします。このなんかジブリみたいな絵柄の看板が掲げられているこのパン屋さん。そうなんかね、ここで何か買ってもいいんですけど、ちょっと今日ね買い込んじゃったもんね、その前に。また今度しましょうね。また今度このジブリみたいな絵柄が掲げられているパン屋さんに行きましょう。さっきの反対側といったらいいかな、ショッピングモールの反対側という感じで来ましたけども、バスが出発するとね、ここ結構通るんですよね。あ、もう一度来た。3台も来ちゃった。早い、4台も来た。もう快走だけど。出るときはそう、赤信号が一気に青になってわーっと出るから、一気に3、4台ずらーっと出るんですよね。で、渡りました。まあ、さっきのジブリみたいな絵柄の看板が掲げられているパン屋さんがあの辺。幅が広いっちゃ広いので、真ん中歩けばあんまり恐怖感はないです。これ端っこなんかでこうフラフラとかって歩いちゃったらもうやめますけどね。でこっちから行きますか。あ、ただこっちからだとね、一回ねそう店の中歩かなくちゃいけないから、一回ねあれなんですよ、録画止めなくちゃいけないんですよね。店の中通ってきて駅の方に来まして、この55分千歳行き、これ乗ります。
ということで、お札駅、お札に到着しまして、いや時間的になんかすごい今学生さんが多くて、まあ、6月の、ね、1週目からなんか学校小中高校全部再開しましたからね、なんか来るみたいだから、それだけ写真撮り、写真じゃない動画撮りますか。あ、快速ですね。今度また反対側が来るみたい。多分快速もさっき行ったばっかなんで、この特急か貨物列車がなんか来るんじゃないかな。あ、快速ですね。こんなに本数あるんだ。まあ、ということで仕事前にちょっと新札幌ちょっと時間あったんで、まあ、床屋ついでに、まあ、だいぶ髪が綺麗になりましたけども、床屋ついでにちょっと新札幌の街を歩いて、そして今日はお札で仕事だったのでお札に降りて、まあ、それで仕事をする前までの動画みたいな感じで撮らせていただきました。5時半になったらこれが鳴るんですよね。前にもなんかお札寄った時にこのなんか鐘聞こえましたけどね、どっかの公園で。じゃあいいや、じゃあ、今日はじゃあこの鐘の音を聞きながら終わりにしたいと思います。今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。